ゆきです。ひよんです。カメラマンじゅんです。お願いします。お願いします。今日はゆきりんのお友達のひよんちゃん。ひよんです。はじめまして、ひよんです。よろしくお願いします。かわいい。今日は、越谷レイクタウンアウトレットにやってまいりました。初めて初めて初めて、私も初めて来ました。今日はですね、はい、最近ゴルフを一生懸命やっているゆきりんと、はい、これからゴルフを一から始めるひよんちゃんに、はい、始めます。ウェアを選んでもらいたいなと、はい、思って来ております。お店はフィラです。はい、お店はフィラです。はい、楽しみ。いつもどんなウェア着てますか？いつもはあのもうシンプルなのが多いですね。うん、さらっと着れるような。ひよんちゃんはどんなの着てみたいですか？動きやすい。うんうん、大事、うん、大事大事大事。あとなんかチェックの、チェック柄のものがあれば、なんて、お目当てがあるらしいです。じゃあね、ゴルフ女子がどんな風にウェアを選んでいくのか、はい、皆さん楽しんでください。はい、お願いします。レッツゴー。今日お店を紹介していただきます。ニッキー株式会社の伊沢さんです。はい、よろしくお願いいたします。いらっしゃいませ。一応ですね、このお店は、まあ、フィラっていうお店ではあるんですけれども、まあ、ブランドとしてはラウドマウスっていうド派手なブランドとか、あと女性のマリクレールっていうブランドも置いてあります。で、嬉しいのがアウトレットなので、価格がアウトレット価格になっておりますので、たっぷりと見ていただければなと思います。で、あとですね、あのツツさんもよくいらっしゃいます、このお店に。そうなんですね。そうなんですよ。いつも、はい、見てますので、はい、あの今日はありがとうございます。こちらこそありがとうございます。お願いします。おすすめがありましたら教えてください、はい、ぜひ紹介させてください。はい、かしこまりました。お願いします、はい、よろしくお願いします。ここら辺から見ようかな。うん、私ね、ワンピースすごい好き。もう可愛くない？かつシンプル。ういう、私なんか中にこういう、まあ、入ってる系ね、うん、あの見えない、パンツみたいになってるだけでしょ、うん、中これかわいい。似合わない形。チェック欲しいけど、ゴルフやってね、着たらね、全部かわいい。かなんなら、あのゴルフウェアを着たくて、かわいいウェア着たくて、私ゴルフやってるだけなんで。どうぞ。何でも形から入りますから、女の子は、うん、かわいい。あ、かわいい、これやっぱね、女子はワンピースが ね楽でいいです。いいですよね、楽だし、こうウエスト縛れるし。確かに、私あの夏生地がいいですね、私は。夏生地、こういうの、あ、ほら、こういうの可愛くない、これ。え、しかもこれヒヨンのやつ中にちゃんと可愛い。あら、いいじゃん、可愛い。なんかさ、チアガールっぽくないですか？最近はさ、こう、そういうヒラヒラっとしててさ、あ、流行ってます。打った瞬間に、ファってなるやつでしょ。ファってなるやつ。ファッ、そう、それそれそれ。そ, それそれ。こういうのも可愛い。うん、私これ好き。ああ。好きそう。ちょっと、ね、知的な感じ。結局ゲゴルフなのに知的な感じ出していこうかなと思って。あとは、やっぱそのカチッとした方が、ちょっとなんだろう、太った時でも、足が細く見える、うん。あ、そうなんだ。太った時、いや、でも大事ですよ、大事ですよ。広がった時に足がね、細く見えるのよ。あ、なるほどね。そうなの。さすが、はい、そういうのもね、ちゃんと SNS 映えしていかないとダメだから。チェック、チェックです。やった、いいじゃん、見つけた。爽やか。あ、なんかこういうのも可愛くね。お、いいね。なんか学生、かわいい、学生で LL が M ありますか？これね、LL しか出てない。あ、はい、わかりました。これの M サイズ。はい、はい、少々お待ちください。この上は、コーンとか可愛くない？うん、絶対。これ。あ、え、あ、でも、ボーダーにチェック。ミスったよ。今、一時期さ、ガラオンガラみたいな。ガラオンガラも流行った。でも、こんぐらいスッキリしても、いいね、黄色入って、ちょっとね。うんうん、で、なんか私前の動画で思ったんですけど、首元がちょっと暗めの方が、なんていうの、顔がすっきりして見えた気がする。そうなの、うん、やっぱ動画だと、うん、動画だと。すいません、これ大人気で。やっぱ大人気、もう出てるだけなんですよ。うわー、乾燥機で縮む。あ、私縮ませようかなと。あと、ちょっと着てみます。はい、これがちょっと可愛すぎるから。ありがとうございます。え、はい、はい、どうぞ。
ゴルフってお洋服厳しいじゃないですか。襟、これだけでもいいんですか。あ、それだけでも最近は大丈夫だ。大丈夫な、まあ、ゴルフ場によりけり。そうですね。なんかちゃんと襟じゃないとダメなゴルフ場もありますよね。でももう今プロゴルファーもそういうの着てますもんね。着てます。こういうのですか、うん、はい、え、いいんだ。あ、どっち派だろう。どっちも着てみる。純さん的に、純さん的に爽やか。こっちだとなんか夏でさ、いいね、いいね、いい気がする、うん、そっちの方がなんか、まあ、こっち、こっちはちょっと大人な感じになりません。そうだね、白かな。ちょっと白な方がエッチかな。そっちの、そこいる。そこいるか。なんかこっちの方がうまそう。うまそうだね、うん、でもこっちの方が可愛い感じがする、うん、白の方が、うん、初心者っぽい。うん、初心者っぽい。これね、中にね、腕だけのやつね。そう、最近私も教えてもらって買っちゃったんですけど、これどこで買った方がいいよ。すごいいいって思った。ここさ、暑いじゃん、やっぱここら辺とかあるの、うん、で、ゴワゴワしちゃうし、インした時ここないと、でも袖だけ日焼けしちゃうからさ、ほら、白に紺とか良くない。確かにね、すっきり見えるし。これもマリクレール。マリクレール。私、お母さんがすごいここのウェア多いんですけど、なんでだろう。かわいい、かわいい。襟だけさ、ボーダーとか絶対かわいいと思う。おしゃれ。確かに、あ、かわいい。この腕のところがさ、本当だ、かわいい。細く見えたりするよね、腕がね。あ、確かにそれはありますね。夏はやっぱボーダーって感じじゃない？派手すぎ？かわいい、かわいい。あ、いいんじゃない？夏の生地だからかな。伸びる？うん、すっきりし、めっちゃ涼しい、ね、すっきり見えません？そんなことない？見える。結構ね、なんか柄が多いんですね。ね、ガラガラ。だって見て、それとか。ちょっと長めなスカートが多いのかな。はい、ね、思った。高級なゴルフ場に行くときにおすすめですね。確かに。ちょっとマリクレールはあの大人の女性向けのブランドです。やはり、はい、パンツってジュンさんは着ますか。いえ、着ないですか。着ないですけど、暑いだろうね、夏はね。冬はでもちょっと着たい。もう寒いですよね。そう、寒い時に着てる女性がいて、いいなって思ったんですよ。1枚あるといいかもね。そうですよね、うん、これかわいい、見て。本当だけど、ブカブカなんだよ。サイズが全然ないから。あ、ワンピースある。発見。ワンピースはどうですか。うん、あとはてか、スカート長め、長そう、長さ問題ある。え、長さ問題あるな。これセットなの？あ、セットです。すごい。いいですね。はい、これ日焼け気にしてるしね。くっついてるの？くっついてはないです。あ、くっついてます。くっついてる。嘘ついた。可愛くないですか？うん。可愛いじゃん。良さそう。キヨンちゃんが選んでくれました。はい。ラウドマウス見てきます。ラウドマウスはね、派手派手。もっと派手。すっごい派手。すごい。目立っちゃうね、これ。めちゃめちゃ派手ですね。可愛いフラミンゴ見て。本当だ。可愛くないですか？夏って感じ。なんか、常夏で沖縄とかで着たい感じがする。ね、いいね、ハワイとかね。どう？骸骨。どう？骸骨とバラ。派手すぎません？派手。でもさ、ゴルフ場行ったら意外とすごい、これそうだね。そう、意外と。しかもさ、これ形綺麗ですね、うん、ウエストさ、スッてしてるから、で、ひらってなってるから紐ついてる。うん、ついてます。ここ前、多分前で結ぶ系、うん、いい。うん、すっきりして見えそう。かわいいフラミンゴ。うん、かわいくない？これかわいい。あ、これフラミンゴとこれとかかわいくない？絶対。あー、お、うん、確かに派手で良き。でもこっちも良き、うん、こっちもしっくりくるね、うん、ここら辺とかも可愛い。派手なのも可愛いね。でも SNS で習ったんですけど、はいはい、インスタに同じお洋服をあげちゃいけないってインスタグラマーのお姉様がおっしゃってたんですよ。なるほど。なんかそういうのも気にしてくみたいな、色合いがあるからみたいな言ってたから、結構ガラガラ難しい。そう、難しいよね。ちょっとやばい。それ可愛い。見つけた、見つけた。キュンです。可愛くない？ジュンさん、なんか落としてる。え？キュンです。今流行り、今の流行り、これ今流行りです。キュン見つけた。あれ、ポケットに何か入ってない？あ、キュンです。かわいい。見ました？
手伸ばしてやるの。いやいや、恥ずかしい。やばい。どうした？これジュンさん来た方がいい。ビール。これジュンさん絶対来た方がいい。だってずーっと飲んでるじゃないですか。ビール。うん。ビール。ビール。恥ずかしい。ビールで。ビールで。これじゃあ。これまあじゃあ。ジュンさん用かな。では今から。着替えていきたいと思います。思います。着替えていこう。レッツゴー。ちょっと、いや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 いいですよ、入って、はい、逆に、うん、分かった。本当に入っていってらっしゃい。はい、着替え終わりました。終わりました。キャランどうでしょう。どうでしょう。ひよんちゃんのポイントは、あ、欲しがってたチェックですね。欲しがってたチェックです。かわいい。あ、ここもかわいいですね。ほら、先にさ、F とさ、星が入っててかわいい。すっきりしてますね。動きやすい。ストレッチ。あ、いいね、いいね。しかもあの、パンツ見える心配ないし。そう。本当ですか。はい、本当ですか。いや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 。モザイクお願いします。かわいいです。そして私は、これです。あ、キラッとする。そう、これをちょっと選んでみました。いい、ね、どうですか。かわいい。ガーリーですよね。けど、ちょっとガーリーになりすぎないように黒でビシッとこう締めてみました。かわいい。そして、帽子を、はい、ここで似合う、うん、ボーダー着る女はモテないって聞いたんですけど、大丈夫かな。大丈夫。機能性のある帽子にしてみました、うん。こうやって、そう、すごい、焼かない、そう、焼かないように。欲しい。欲しいでしょ、うん。で、これ多分取り外しも可能です。おー、なので普通に帽子としても使えるし、はい、これつけてフェイスマスクも使える、うん。あとね、ここが通気性がすごいんですよ、うん。ほら、雨降ってもそう、うん、雨降ったらね、透けちゃ う、 そう雨降ったら透けちゃうんだけど、あの、暑くない。適当なこと言うな。これね、すごい夏はね、重要です。そう、はい、涼しいのがね。涼しいのが最高です。でも雨降っても大丈夫そうだよね。大丈夫です。店員さんです。はい、じゃあ次の方お願いします。はい、着替えていこう。はい、いってらっしゃい。コーデ目です。はい。はい。ポイントを教えてください。お願いします。ポイントは、はい、グレーのワンピースで、はい、後ろに紐がついてて、かわいい。なんかちょっと細く見える。いいね、いいね。確かにウエストやっぱキュッてなると、スタイルがキュッとこうねできますね。かわいいです。グレー珍しい。それかわいい。かわいい、本当にかわいい。欲しいですね。ね、欲しいですか。最後の1個です。最後の1個です。うわ、買えません。帽子のネイビーね。あ、そう、合わせたね。こういうの大事ですよね。ここがラインがさ、ネイビーだから、帽子もネイビーにしようとか、そういうの結構気使いますよね、うん。はい、かわいいです。以上です。そして私は、はい、この柄がとっても可愛くて涼しそう。そう、選んだんですよ。で、ガラガラ私あんま着ないんですけど、ちょっと挑戦してみようということで、はい、今回選んでみて、で、ポイントがスカートがこれ長め、うんうん。さっきジュンさんおっしゃってたように、ちょっとほら短すぎると怒られちゃう、うん、やっぱゴルフ場もあるみたいなので、そういう時用、大人系。大人系です。上品コーデです。チャキーンチャキーンです。あとね、帽子見てほしい、ね。これ超可愛いと思った。キラッキラじゃん。キラッキラなの。これ可愛くないですか。可愛い。今頭皮が映やめてください、やめてください。で、これもここのラインが黒だから、うん、一緒にしてみたみたいな。なるほどですね、はい。で、ベルトをちょっと派手めに、はい、黄色、差し色ですね、うん。はい、はい、じゃあ次のコーデ、はい、いきます。着替えていこう。着替えていこう。参考で目は参考で目です。でーす。あー、一番なんか楽しそうって感じ。映える感じがしません。うん、これスカート一緒にしたんですよ。で、色違いで上をそれぞれなんか選んでみようって言ったら、可愛い。ヒヨンちゃんはブラックコーデで、ブラック系で可愛いです。この縁さ、黄色わかります？ここ黄色なの、はい、と、文字と、このワンポイントと、このね、
このボタンのね、糸も黄色なの。黒と黄色で綺麗にまとまってます。はい、いいですね。すごい似合ってる。本当に、うん、いい、めっちゃ似合ってるよ。柄物初めて着る。ねねね、全然いい。でもやっぱゴルフ場だとね、それぐらいでも大丈夫、うん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 、韓国の女子プロみたいな、うん、上手くないと着づらい。そう、それはあるんですけど、格好から入る。目立つ、すごく目立つ。目立つから入る。ゆきりんは、私はこの何と言ってもフラミンゴですね。可愛くないですか？可愛い。夏。そう、夏にリゾートゴルフに良さそうですよね。はい、ちょっと明るめでにしてみました。はい、これはポイントがビールです。ビール。はい。よく見てください。いやいや、頭皮頭皮頭皮やないかい。どうですか？また全然違う感じだけど。でもお揃いあるの。そう、お揃いいいよね。女子はね、こういうなんだろう、ちょっとお揃いとか。うん、色違いでとかよくやりがちなので、テンション上がるね。テンション上がります。映えですね。はい、可愛いです。どうでしょう。はい、いい感じです。はい、え、なんかかっこいい。いいですよね、うん、夏私服でも着れちゃうゴルフウェア。いい、最高です。はい、さよなら。私も便乗して選びたいと思います。はい、お願いします。サクッとね。スチェン様の選ぶなんてポイントってどういう基準で選ぶんですか？スカートの、はい、まあ、形、形とか色ですかね、うんうん、さっき見たこのピンクとかはちょっとどうかな、長いんだよね。かわいい。ただ M だから大きそうなの。なるほど、ね、あ、このスカートとかめっちゃ多分形綺麗だよ。かわいい。ちょっとフレアというか、こう下に広がってる感じですか？これめっちゃおすすめです。へえ、かわいいです。しかもここの部分のチェックの部分、チャックだ。これは何入れるんでしょうね。すごい。これはめっちゃスタイルよく見える。多分アメちゃんとか入れます。アメちゃんとか。もしくはキュンですね。キュンを入れます。まあこの色も、はい、白もスカート持ってるからな。まあでも消去法ですよね。割と選ぶと。そう。持ってるからとか。そうなんです。ないとね、全部買いたくなっちゃう。そうなんですよ。どうしようかな。それでは試着へ。試着していく。していく。いいんかい。お願いしますよ。下のひよんちゃんが靴下を見たいらしくて、下のハイソックスがいいっていうこと？ハイソックスでもこれしかないんだって。あ、なるほど。え、かわいい。これ合わせる。うん、かわいい。黒ね、何でも使える。あとね、グレーもね、結構使える。これ普通に欲しい。選んでます。ヨガウェア見てるっていう。はい、雪だるま作ろう。何？ドアを開けて。お、かわいい。え、かわいい。どうですか？え、いいです。すごい似合ってます。ガラガラが意外といいっていう。本当に？はい、ポイントはビールですね。ポイントはビールです。ゆきりんがおすすめのビールです。そう、もう青木ビール純ですか？何着ても着てほしい。何着ても飲み会とかでも着てほしい。飲み会できます。飲む気満々な。恥ずかしい。可愛いですね。下はどういう柄ですか？これ、あの女の人がこうやってやってる。それ分かって、こうやってやってるやつです。可愛いです。ありがとうございます。いいと思うね、うん、じゃあ純様はこれにします。はい、はい、買い物終わりました。イエーイ、終わりました。ありがとうございました。買っていただきましてありがとうございます。全部可愛かったです。ありがとうございます。迷いました。いっぱい買っちゃいました。ありがとうございます。なんか選びきれなかったよ ね。そう、いろいろあるし全部欲しいってなったけど、お安いので、はい、うん、すごくありがたいです。ありがとうございます。また来ます。はい、ゴルフ楽しんでください。ありがとうございます。これで頑張れそうです。頑張ります。100切れそうです。早く来たいね。早くラウンドに行きたいです。ありがとうございました。ありがとうございました。皆さんご視聴いただきありがとうございます。この動画がいいなと、あとひよんちゃんが可愛いなって思ったら高評価、コメントお待ちしてます。お願いします。チャンネル登録もしてね。してね。バイバーイ。